たことあるような気はしますけど、ちょっと分かんないですね。ない、分かんないです。分かりません。分かんない、誰だろう。出ないですね、ちょっと。森鴎外なんですが。ああ、言われてみれば。言われればそうかなって感じ。森さん？下の名前分かりますか？何だっけ？鴎外だっけ？小石川のお医者さんいましたよね。名前出てくるんですか？赤ひげさん、赤ひげさんとか言って。ヒントはですね、森さんなんですけど。森鴎外？はい、そうなんですよ。あ、森鴎外全然違うじゃん。文京区に住んでたんですよ。そうなの？知らなかった。知らないです。今文京区お住まいですか？はい。歴戦公園の周辺で伺ったのですが、この写真を見て森鴎外と分かった人はなんと10人中たったお一人でした。森鴎外と聞けば、ああ知ってるという方ですとか、森鴎外の作品は読んだことがある、学校で習ったことがあるという方はたくさんいらっしゃったんですが、意外とこの顔は知られていないのかもしれませんね。そうですね、二戸部稲造樋口一葉と文京区とゆかりのある人がお札になっているのですから、森鴎外もお札の肖像画になるともっと顔が知られるかもしれませんね。そうかもしれませんね。それにしても最後のお母さんとっても楽しい方でしたね。そうですね、はい、そして区内にお住まいということですから、この番組見ていらっしゃいますか？お母さんいかがですか？私たちと一緒に森鴎外について勉強しませんか？はい、私たちは文京区と大変ゆかりの深い森鴎外のことをもっともっとたくさん知っていきたいので、いろいろな場所に行ったり、いろいろな人に会ってお話を伺ったりして、皆さんと一緒に森鴎外について学んでいきたいと思います。知りたい森鴎外はそんな番組なんです。そこで1回目は鴎外と文京区のゆかりについて調べてみました。森鴎外は文久2年1862年1月19日、明治になる6年前に現在の島根県の津和野で生まれました。来年は生誕150周年になります。家は代々津和野藩の御殿医、藩お抱えのお医者さんで、その家の長男として生まれました。小さい頃から秀才として有名だったそうです。明治5年10歳の時に上京して、明治6年第一大学医学校に入学します。この時本当は11歳なんですが、13歳として2歳偽って入学するんです。本当に優秀だったんですね。はい。そして第一大学医学校は翌年東京医学校に名前が変わっています。学校は下谷にありましたが、本郷の加賀屋敷跡に移り、明治9年にその寄宿舎に入ったことが文京区とのつながりの初めでした。東京医学校は明治10年東京大学医学部となり、鴎外はこの東大医学部を学校始まって以来の若さ19歳で卒業します。森鴎外が次に文京区とのつながりを持つのは明治23年のことです。大学卒業後陸軍に入って軍医となった森鴎外はドイツに留学、帰国してから明治22年に赤松敏子と結婚します。翌年長男音が生まれますが離婚し、その後千駄木町57番地今の向ヶ丘 2-20-7 に住むことになります。鴎外はここを千駄三房と呼んだそうです。千駄三房には明治23年10月から明治25年1月まで住んでいましたが、その後夏目漱石がここに住むことになります。漱石がイギリス留学から帰った後の明治36年から39年までのことで、ここで我が輩は猫であるを書くことになります。ですからここは漱石文学発祥の地でもあり、この家は猫の家と呼ばれました。明治25年、鴎外は千駄三房から団子坂上の屋敷に移り、2階を増築して官庁楼と名付けました。この官庁楼跡に仮称森鴎外記念館が作られることになりました。生誕150周年を迎える来年の完成を目指して現在建設作業が続けられています。こちらは仮称森鴎外記念館が建設される官庁楼跡です。この場所で鴎外は
亡くなるまでのおよそ30年間を過ごしました。今はご覧の通りの状態ですが、番組では記念館が完成していく様子をお伝えします。鴎外は団子坂上の官庁楼で亡くなるまでのおよそ30年間を過ごしました。そこでもしかしたらこの近くに官庁楼に住んでいた頃の森鴎外を知っている人、または知っている人を知っている人がいらっしゃるかもしれないと思い探してみました。そしたらいらっしゃったんです。官庁楼跡の隣、現在はコンビニエンスストアになっていますが、そちらのオーナーの関原さんは以前ここで酒屋さんを営んでいらっしゃいました。関原さんは8階のベランダに連れて行ってくださり、官庁楼の眺めを想像しながら話を聞かせてくださいました。まあ私でね、一応まあ5代目っていうことになってるんですよ。それでまあ私の親父が明治38年生まれですから、はい、ちょうど鴎外さんがね、こちら晩年こちらにお住まいになってるその子供の時にね、まあ何回かお見えしたり、それから鴎外さんはまあ立派な軍医さんであって、毎日こう出仕する時にね、馬に乗ってこう出かけてるようなところを、まあ親父さん子供ながらにね見てたらしいし、でなんか一度ねその馬に乗せてもらったことがあるなんていうね、そうなんですか、話を聞いたことありますけどね。官庁楼の何か思い出ってありますか？ね、そうですね、何しろここ高台でしょ。それでまああの辺、今あそこにスカイツリーが立ってますけども、何しろ2階からまあ東京湾、まあ、品川の海なんかがね見えたっていう話はね聞いておりますしね、それからそこにイチョウの木がありますね、はい、これがね戦争で焼けたんですよ、私のところ鴎外さん、それからその隣のねお屋敷、あの焼夷弾でね、それでまあ戦後ここが公園で森林太郎公園っていうことでね、私たちの本当にいい遊び場で、あのイチョウの木なんかはね上に登ったりね、下でまあめんこやったりビー玉やったりね、ベーゴマから鬼ごっこだ、かくれんぼだね、はい、本当にねいい遊び場でした。そうですか、じゃあ思い出の、ね、そうですね、あれが残ってるっていうのはね本当にね思い出になりますね。そうですよね。関原さんはその鴎外のご家族の方とかと親交はあるんですか？戦後焼けちゃった後ね、鴎外さんの一番下のルイさんって方がこちらへ本屋さんをね営業をしていまして、まあその時にやっぱりちょうどそのお子さんがね、私と同じぐらいのお嬢さん2人と、かってちょっと下のねてっちゃんって、てったろちゃんかな、うん、まあ一緒に遊んだことありますよ。どんなお話をされるんですか？まあ私らお嬢さんよりも下の子とね、まあちょっとこっちのは上でしたから、ちょっといじめたこともあるかもわかりませんよ、うん、こうして関原さんのお話を伺うと、本当にあの場所に森鴎外がいたんだなということが感じられて身近に思いますよね。そうですね、当時の様子が目に浮かんでくるようでした、はい、さて仮称森鴎外記念館が完成するとこのようになります。この記念館の建設に向け、ふるさと納税制度を活用した森鴎外基金を創設して、全国の皆さんから広く寄付を募っています。申し込み用紙は区のホームページからダウンロードできます。どうぞご協力ください。知りたい森鴎外、今回は森鴎外ゆかりの地を訪ねながら文京区と森鴎外について勉強してきました。次回も文京区とのゆかりをさらに掘り下げて学んでいきたいと思います。どうぞお楽しみに。